どうも、ビーレジェンド、染田です。そして、ビーレジェンド管理用紙の布目です。そして、ビーレジェンド上野です。最後に、ビーレジェンドかけられです。やりにくいよ。今日皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。今日はぎゅうぎゅうですね、これ。狭いですね。ぎゅうぎゅうね。染田さん、今日はどういうわけですか？今日はそうですね、もう結構オールスター、集まったと思いますので。オールスター、はい、自分のことをスターという。いや、僕は含まれてないですよ。オールスターそうですね。ビーレジェンドサプリメント事業部が揃ったかと思いますんで、はいはい、今日はぜひね、こうビーレジェンドが味にこだわる理由について、なるほど、こうベーシックな部分。そうですね、うん、その辺で言うと、まあ、我々、まあ、このなんだ右3人はビーレジェンドができてから入社してるメンバー、ね、で、鍵谷さんだけが B レジェンドの創業の時に、うん、だというか創業者、ね、俺が最初開発したから、ね、ということで、ね、やっぱり、まあ、その鍵谷さんの話は後でしっかり聞くにして、うん、我々がその味にこだわってるというか、やっぱり B レジェンドと味っていうテーマで少しお話できたなと思うんですけど、染田さんそれは前おっしゃってましたけど、はい、B レジェンドはプロテイン初めて、そうなんですよ、って言ってましたね。普段からフットサルしててこうプロテイン飲みたいなと思った時に勧められたのがこうビーレジェンドだったっていう話ですね。で最初ナチュラルだったんね。最初はそうナチュラルで、ナチュラルだったんですけど、ただもっと美味しいのあるよって言われて買って飲んだのがベリーだったんです。でめっちゃうまいやんけってなってビーレジェンドのことをしたっていうのか。あ、はい、じゃあまあ言ってしまえば味でこうまあ、飲み始めた味が理由でっていうことですね。そうですね、なるほど、そういうことです。宇野目さんどうなんですか？私は高校の時に、うん、高校1年生の時に初めて、うん、部活で先生にこれを飲みなさいと、もうプロテインを渡されたんですけれども、うん、その時はまだビレジェンドがない時代ですね。そうだよね、はい、そうなんです。あれ時代だったんですよ。はい、20年ぐらい前。ちょっと。そうですね。なかったんですね。いろんな憶測が。どう大丈夫です。ビーレジェンド8年やってますから。はい、それでですね、その時に初めて飲んだんですけど、もう最初お水でバニラ味だったんですけどね、もう本当に飲めたものじゃなくて、で、牛乳でも一回飲んでみたんですけども、それでもダメで、もう一袋もらったんですけど、もうそのままずっと封印しておきましたね。ああ、はい、そうですか。だからそれ以来ぶりにビーレジェンドだったんですよ、次が。で、もうこんな美味しいんだって本当にびっくりしましたね、やっぱり。あ、そうですね。で私はっていうと、もともと正直プロテインの味に関しては頓着がない人間だったんですよ。もうノンフレーバーとかでも全然喜んで飲んでた人間だったんですけど、その反面なんですけど、この会社に入っていろいろその、もうすぐ原料の選定からもうすごい量飲むじゃないですか。プロテインやっぱり徹底的にやってるからね。ね、なんかその同じ味にしても原料違いだったり風味も若干ちょっと違って、その原料の香料とかの違いとかもいちいちやっぱりテストをしていく中で、やっぱりここまで違うんだなみたいな、もう原料一つ変えただけ、産地変えただけで言ってしまえば、こんな違うんだなっていうのがやっぱり分かってしまったので、そうなってくると、まあ、どっち出した方がいいのかっていうと、やっぱり美味しくして出したいよねっていう気持ちがやっぱり芽生えて、でやっぱりそのこだわりというか、まあ、プロテインと味っていうところはうちの会社に入って開発にがっつりかましてもらうようになってからやっぱり芽生えてきたところが、強いですね。なるほど、はい、これはちょっといろいろ言える話言えない話あるんですけど、めちゃめちゃ味はテストしてますよねっていうところがあります。じゃあ、まあ、ここからはじゃあその創業者の鍵谷さん、はい、いやもうなんか僕の話だと言えない話が気になって仕方ないですいやいやいや言えない話って なんか いっぱいあるんだけど、そうです、ね、何を思いついて言ってるのかなと思って。いやそれはもう どういうルートで原料仕入れてんのみたいな話じゃないですか。そうそう、ね、原料ほんと違うもんね。ね、なんかなんだろうな、例えば、ね、グラスフェッドで牧草を食べてる牛だったら、その年の日照時間によって
芝の生え方が変わって、あの牛のお乳の質がこう変わるみたいなことがあるから、なんか面白いよね。ありますね。なんかこうなんていうの、ガイアって感じだよね。まあまあそうですね。なんていうか、やっぱりそのまあ生物からこう生み出されたものゆえ、いろいろそのまあ均一になりにくいところではあると思います。そうですね。あとはシンプルなところで言うと、あとまあ結局そのホエーで言うと、まあチーズやとかのその副産物なので、うん、作ってるチーズによってね、そうだね、違ったりっていう、それは結構マニアックだけどね。そうですね。こう何チーその牛、まあ、牛乳からできて何チーズを取った後のホエーパウダーなのかでやっぱ風味が変わったりするんですよ。そうですね。これは結構ね、うん、これ結構言って微妙な話を言っちゃったね今ね。いやこれは実際もううちでだってもうほら工場行って出してますよ。あ、そうか。そうそう、言ってるもんね。そう、そこで、そこは、はいはい、言ってます。そうかそうか。そうそう、あの時あの当時は正直思ったんですよ、これ出して、ま、大丈夫かなみたいな工場行って、はい、でももう出してますから、はい、はい、そうですね、いうところがあるので、はい、そう結構違います。で今だと結構原料飲んだだけでも大体ここかなみたいなの、うん、分かる分かる、分かりつつある。あの国が大体この辺りぐらいの国でしょっていうのは結構危機プロテインできるようになってきてるよね。ちょっとそうですね。なんかそこは下だれる、この下のこのなんていうの、脂質感というか、うん、まったり感はみたいなね。そうですね。正直味がついてしまった後はあの分からあの他社さんとかって、ね、あれ分からないところが大きいんですけど、その原料だけで出されると、ね、もう残念ながらちょっと分かってきつつ、ね、はい、うん、あります。だからそこはこういうことが言えたらなんか偉そうにこうやって言って、あ、これどこどこの国のやつでしょとかっていうのは全然違うこともあるけどね。まあ大きく外すこともあったり。それは今回ちょっと黙っとくよ。それは黙っとく。我々すごいすごいでしょみたいな。そんな完璧じゃないよね。すごいでしょって言いたかったのに。でもまあ大体なんかぼんやりね、あの地域ぐらいはなんか分かるようになりますね。そうですね。はい。でそうです。もうその創業者の、はい、創業者の味のこだわりを。味のこだわり。はい、いや僕、まあ、さっきね、みんないつ飲んだみたいな話ありましたけど、僕の初めて飲んだのは20年ぐらい前なんですよね。20年前、なんか動画で話してなかったかな、あの某会社 の, あのこうしてる時点でなんか何となく分かるか。あ、 M ですね。あ、そうそうそう、はい、M 社のやつを飲んで、で飲ん、まあ、結局一缶、あ、言っちゃった、飲み缶M 社で缶って言ったらみたいな、飲み、あのディスってるんじゃないですよ、あのまずくてじゃなくてね、まずくてじゃなくて飽きて飲まなかった、飲みきらなかったんですよ。でそ、まあ、僕がテニスプレイヤーでやってる時にね、だそういう経験もあって、その時が僕初めてのプロテインだったんですけど、まあ、美味しかったんですよ、美味しかったんですけど、あの飲みきらなかったと。でそういうことがあって、で、まあ、次は、まあ、この開発するにあたって、まあ、当然飲まないと知らないとダメだということで、まあ、国内外の種類をもうかなり何十種類、まあ何百種類はなかったと思うんだけど、まあ100種類以上あったかもしれないけど、まあ何十種類は飲みましたよ。で、いろいろ飲んで最初にできたのが、爽やかミルク風味、まあナチュラルですよね。と、あと激うまチョコと、その次がスッキリンゴですよね。まあこの3つが、まあ最初ナチュラルだけだったんですけど、チョコとリンゴが後から追いかけてきてですね。やっぱりこうチョコはねもうド定番なので絶対いるなということで、あとはこうすっきりした飲み口のものが欲しかったので、ちょっとこう酸味の効いたものが欲しいなっていうところが、やっぱりこう最初のねビールジェンダーの特徴の一つでもあるこのフルーツ系、うん、今までプロテインにはねなかなかこういうフルーツ系なかったと思うんですけど、そういうフルーツ系が出るきっかけになったのはそこです。やっぱりこのテニスはしてたけれども、プロテインの経験がほぼなかったから、スポーツドリンクのように飲みたいっていうところからこの酸味系が来たっていうのはまあありますね最初。今のところってやっぱり純粋に、ああそうなんだ、いやいや、しかもリンゴが私3番目だって今初めて知らなかった、はい、知らなかった、バナナかと思ってました。ああ、はい、そう、バナナじゃない、バナナは結構後だよ。バナナあれですよね、なんかエイプリルフールネタと絡めてましたよね。くだらないことやってるよね今もやってるけど、なんかそうそう、僕の顔でねパッケージでね、あのこのビレジェンドのお兄さんの顔を僕の顔にして、でそんなバナナ風味新発売っていうのを4月1日に、あの何年か前の4月1日に出したんですよ。でそれで、まあ、はいはいみたいな感じで、 でもそれでみんな、いやバナナ欲しいバナナ欲しいってなって、じゃじゃん実はバナナありました本当にみたいな、僕の顔じゃないけどねみたいな、そこでお客さんから、いや社長の顔のバナナ出してくださいって言って、いや売れるわけねえでしょそんなのね
っていうようなこともありました、ね。覚えてます。学生時代なんかそれを学生時代、はい、見てましたそれ。ちなみにそのやっててどう思ったの？あ、なんか日本の会社でプロテインのメーカーでこういうことする会社があるんだなって、やっぱりそのお堅いというかやっぱりちょっとかっこいいイメージを打ち出す会社さんが多いじゃないですか、ね、メーカーさんとしてはね。そうだからそういうところがある反面すごく新鮮でしたね。あ、ふざける会社が出てきたな、はい、ふざけすぎて時々お客さんからねお叱りの言葉もありますけど、まああったりなかったりあったりですけどねあったりも。で、まあ、やっぱりあのその話、こういう話を鍵谷さんからよく聞くことも直接聞くこともあるんですけど、やっぱりポイントなのが、うん、あのプロテインをその飲んあまりこうたくさん飲んでこなかった、そうそう素人だっていうのもことですよね、多分私みたいなそのもうノンフレーバーで OK な、言ってしまえばボディービルダーさんが作り出したらこんな美味しい味にはなってなかったのかなって、うん、でも本当にねこれね、だからビールジェンドってそうなんですよ、伝説になるっていう意味でしょ。でこれやっぱり意味があって、まあ飲んでもらうトレーニーに伝説なあの体作り、伝説になるような、まあ自分たちの周りの世界とか自分の中でも伝説になるようなボディメイクしてほしいっていう思いもあるけど、あのね味とかこの品質でを売りにしてるので、まあ、このプロテイン界の中の伝説のプロテインになりたいなっていう思いもあって、うん、ビーレジェンドってしたんですよ。だからね、まあ、ある意味こう今のプロテイン、いやこれは多分ね言ってもいいと思うんですよ。ビーレジェンド出てから明らかに日本のプロテインは美味しくなりましたよ、うん、これは手前味噌ですけどちょっとねビーレジェンドになったなっていう思いますね、うん。それでいうと味のクオリティというかうちが出してる味年々やっぱり美味しくなってますよね、うん、年々なんか妥協できなくなったね。そうですね、なんか最近一番最近だと桜餅風味か、あー桜餅うまいっすよね。うまいよ ね、 ね、そう、まあその辺は今回もちょっとざっくばらんにお話はさせてもらったんですけど、なんかそのフレーバーごとにこの味の開発はみたいなのも正直思ってる方もいらっしゃるかもしれませんし、そういうのが、まあ、こういう話聞きたいよっていうのがありましたら、ね、コメントいただくっていうのはどうでしょうかね。ぜひぜひいいですね、はい、コメント欄に。そう、あの、まあ、開発の話もまたねさせてもらったら面白いかもしれない、ね、そうですね。あ、開発の話しますよ次、あの次の動画で多分。あ、あるんですか。あるっぽいです。なるほど、はい、ありがとうございます。あるんですね。あります。何それもう締めますよ。 ありますって言わないんだそこは。あ、あります。さやさんしか笑ってへんよ。冷たいね。寂しい。だから視聴者のみんなは優しいから大丈夫だよ。皆さんよろしくお願いします。いや、なんか何が？あ、じゃあソメラさんのこういうこの2人のノリがいいと思った方、もしくはこの動画がいいなと思った方はグッドボタン。グッドボタンですよ。グッドボタン。グッドボタンが少なかったらソメラのアムロがなくなりますからね。そうですね。いや、なくならないけどね。で、あとチャンネル登録まだな方はぜひお願いいたします。というわけで最後ソベラさん、あのお別れの挨拶だけお願いしてもいいですか。それでは皆さんまた会いましょう。さよなら。今モノマネですか、どっちですか。地声ですね。地声。迷ったでしょ。